多文化教育とは、あらゆる社会階級、人種、文化、ジェンダー集団出身の生徒たちが、陽動な学習機会を持てるように学校や他の教育機関を作り変えるための教育改革運動であり、同時に全ての生徒がより民主的な価値観、信念、また文化を超えて機能するために必要な知識、スキル、態度を育てられるように支援するための教育実践である。 共通する部分の少なくないグローバル教育が地球規模の視点からよりミクロな文化、そして自分自身を考えていくのに対して自分自身から出発してよりマクロな文化、世界へと視点が移動するのが多文化教育である。日本において多文化教育という用語は研究の世界では使用されることもあるが実践の世界においては稀である。実践場面においては それぞれ異なる概念であるグローバル教育、開発教育、平和教育、地球市民教育、国際教育、異文化間教育、市民性教育など、様々な教育運動、教育実践を織り混ぜたものを国際理解教育と呼ぶことが多い。ここでは、ジェームズ・エイバンクスの定義に従い記述する。多文化教育の起源は、アメリカの公民権運動にある。 アメリカの公民権運動は尊厳、平等、自由といった西洋思想の理想によって導かれた。よって多文化教育がアメリカの非西洋的な人々にとって主導されてきたとしても多文化教育は西洋の産物であるである。そのことからもわかるように多文化教育が目指しているのは西洋文化の駆逐などではなく、 社会の周辺に置かれた集団を西洋的制度や機関に完全に参加させ、またそれらを改革することによって、その中で実際に行われていることが民主主義の理想と一致するようにすることなのである。多文化教育は分離主義的な性格など帯びていない。よって多文化教育にとってアフリカ中心主義的なカリキュラムとは西洋中心主義的なカリキュラムに対抗し、 西洋文化を排除したカリキュラムを作成することなどではなく、既存のカリキュラムの中にヨーロッパ文明におけるアフリカの貢献が認められることを求めているに過ぎないのである。加えて言えば、このアフリカ文化が西洋文化に寄与したことも事実ではあるが、同時にそのアフリカ系アメリカ人の文化は、 アフリカの多様な文化的伝統とアメリカの先住民やヨーロッパ系エスニック集団の文化的伝統が入り混じり合うことによって生まれたという事実も忘れてはならない。このように多文化教育における文化とは神聖たるものとして純粋なものとして存在しているわけではなく、より相互依存的、相互作用的なものとして存在している。こういった前提に立ちながら多文化教育は 一般的な日本の国際理解教育が目指している、他者や外部集団の学習ではなく、人々が自分たちをよりよく見つめ、理解する機会を提供するものであり、そのような手順を経て、自己評価を高めていく学習者が他者とのつながりを深めていくことを目指しているのである。グラントとスリーターによれば、多文化教育には5つのアプローチが存在する。グローバル教育と多文化教育は、 普遍性と多元性を共に重要視する点で同様の可能性を秘めた教育理念である。しかし J コーガンが指摘するように多文化教育は白人運動者中心で進められたグローバル教育に反対する形で誕生したという面も持つ。また同時にグローバル教育がどちらかといえば普遍的な文化の創造を目指す一方、 多文化教育は歪められた普遍的な文化の中から固有の文化の再発見を目指すという点で、両者は相反する教育理念とも考えることができる。実際多くの学者がグローバル教育を文字通りグローバルな視点を持つ理念、多文化教育をローカルの視点を持つ理念と捉えているように、一般認識上ではこの両教育理念はまさに正反対の位置づけが行われているのである。 このような認識は多文化教育への批判にも見て取ることができる。つまり多文化教育へ批判の多くが、それにより世界を分断するもの、つまり分離主義へと導く理念であるとの指摘である。つまりそこで考えられる多文化教育には、先ほど述べた普遍性を目指す多文化教育像が描かれておらず、両理念の間に二元的な乖離、普遍 VS 多元。 という構図が出来上がってしまっているのである。しかし現在のグローバルな流れとは、よく言われるように欧米化の傾向であり、決して普遍的な思考性を抱くものではない。つまり、グローバル教育の目指すグローバルな世界とは異なるものであり、たとえ多文化教育が既存のグローバルな傾向からの分離を目指す教育理念であったとしても、すぐにそれが グローバル教育との衝突を意味するものである。さらには、グローバル教育の目指すべき普遍的な文化とは、全く新しいものというよりは、世界中のあらゆる文化を内包した巨大な創造物であり、その前提には、各文化が固有のものを持つことが前提とされている。そしてその大前提である、固有の文化を保障しようとする運動が、多文化教育であり、両者は、 保管的な間柄にあるのである。その結果、研究者の中にはその同じ方向に目標を持つ、両理念を関連づけて論じるものが現れつつある。まず80年代後半に、ジェームズ・リンチは多文化教育が、その境界を拡大し、様々な教育に共通する目標や概念を、包括した、グローバル多文化教育の必要性を述べている。また、日本の、 ローバル教育研究者の大オ忠久は、多文化教育の実践の乏しい日本ではその役割を、グローバル教育が果たすようになると論じている。また、ミノ浦康子は、地球市民教育を掲げ、多文化教育、開発教育、環境教育、人権教育、平和教育といった多様な概念を、包括概念しての地球的な視野に立つ、多文化教育と説明している。 そのような中、森茂武雄は、さきのような類似性からの統合が固有の問題意識を薄めると懸念し、固有の課題を維持した上でのインターフェースという概念を提示している。ありがとうございます。